はい、こんにちは、佐々木でございます。昨日上げた動画でね、この、土屋カバンの、ヌメ革の、エルファスナーね、今日一日使ってみたんですけどね、非常にいいです。昨日開封動画でね、は分からなかった使い勝手とか、そういったのが非常に、実際に使ってみてね、良さが、わかりました。まず、今日これがあの主役じゃないんですけど、一応昨日の動画の報告ということでお話ししてますが、まずね、このジッパーが素晴らしいです。結構ね、僕今までも何個かね、エルファスナーは買ってきてるんですけど、このファスナーの最後のここね、ここ閉まるところ、これが最後までね、いかないやつがあるんですよ、たまに。でそうするとどうなるかっていうと、ここがこうサクッとこう収まりが悪いので、なんかちょっとしたことでこうやってね、開いちゃって小銭がポロ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 落ちちゃうみたいな、これは個体差なんだと思うんですけど、たまにそういうのがあります。でこれはね、本当に非常にその収まりが、このジッパーのね、最後のキュッっていうところのこの収まりが良くて、そういったね、こう小銭がポロッと落ちちゃうような心配はもうほとんどないような感じで、これはちょっと当たりだったなというところですね。それと昨日ね、この小銭の入れの部分のね、使い勝手がちょっと悪そうだなみたいなことを言ってたんですけど、思ったよりは使いやすかった、こう取り出しやすかったっていうね感じです。もしね、ちょっと興味のある方は、いつ今売ってるのかどうかもちょっと分かんないですけど、土屋カバンのねホームページで、僕はこれオンラインで買いましたから、うまくその在庫とあれが合えば、タイミングが合えば買えると思いますので、ぜひね、興味のある方はチャレンジしてみてください。はい、はい、でね、今日はこれじゃなくて、キャンプね、僕去年の秋、そうですね、9月ぐらいから本格的にね、キャンプをやりだして、冬ね、3月ぐらいまで結構富士山行ったりなんだりねしてたんですけど、でいろいろやっぱり道具をやっぱ買うじゃないですか。テーブルとか椅子とかね、焚き火台であったりとかで、使ってみて、こうじゃない、じゃない、やっぱあっちの方が良かった、自分のスタイルにね合ったものにだんだんこう集約されていくんですけど、その中のちょっと商品をね、軽く紹介したいなと思っております。この間ね、アマゾンプライムの時に買ったんですけど、これまずランタンです。こちら、こういうやつね。で、このランタンはね、これなんつうんだろう、ランク2っていうんですかね、読み方わかんないけど、ランク2っていうね、メーカーのこういうね、液晶画面がついたランタンです。で、なんでこれ買ったかっていうと、15,000mAh のね、バッテリーが入ってるランタンなんですよ。で、結構ね、キャンプされてる方はよくわかると思うんですけど、やっぱ夜中のこの明かりっていうのは本当に大事で、たまにね、すごい燃費の悪いランタンっていうのがあって、なんか数時間つけたらもうね、消えちゃったとかね、もう何回かそれをちょっと経験して、やっぱりちょっと持つやつがいいなと。一晩は もちろんね、最低限ね、一晩中朝方まではずっとついててほしいですし、こ
途中でね 4,5 時間ぐらいで切れちゃったらもう話にならないんでね。まあそういった意味でこれ 15,000mAh のねバッテリーが搭載されております。なのでまあ普通のモバイルバッテリーとしても使えます。ね iPhone 充電したりね、まあその他 USB 使ってね充電することができます。でまあ僕はこれは別にそれを目的としているわけではなくて持ちですね、そのランタンとしての。で、一応ここにも書いてあるんですけど、マキシマムブライト。まあ、要は、一番明るい状態にして、30時間持ちます。30時間ですよ。まあ、1日以上ですよね。マキシマムで。一番明るい色にして、30時間。で、ミニマム。まあ、光源を少し落とした状態で使うとなんと500時間、まあ、持つということなので、非常にね安心してねキャンプで使えるんじゃないかなと思ってこれを買いました。まだね今出したばっかりなんで使い方も何も全く分かりませんが、ね、今度ちょっと使ってみたいと思います。はい、それとでもそれのついでってわけじゃないですけどこれもこれなんだっけ何買ったか忘れちゃった。ねあーはいはいはい、あこちらねネイチャーハイクのランプポールです。これどういったものかというとテーブルあるでしょ、テーブルのこのテーブルのヘリにねこのとりあえず出しましょう。入ってるのはこの棒とこのランタンを引っ掛けるねフックとあとテーブルに固定するやつ、これね、これをテーブルにこうやって挟んで、まあここに刺してランタンをぶら下げると、まあテーブルにランタンの光をね固定させるための道具です。あ、これもうこれ繋がるやつですね。よくあるやつの、こういうこんな感じで。でこれをこういうふうにしてこうですね。でこれをテーブルに固定してもうさっきのじゃランタン使いましょうか。まあこれが先っぽだとするとこういう感じ、うん、でライトがバーンとつくとまあそのテーブルが全部明るくなるというような形になってます。これね非常に軽くてねいいですよ。この棒自体が非常に軽量で、うん、これとパーツはもうこのクランプこのクランプとこの棒だけなんで非常に軽い、うん、これいいと思いますネイチャーハイクのね。でしまうときはこんなコンパクトになります。キャンプ道具っていうのは本当になんかもうキリがないというかもう次から次へともうあれも欲しいこれも欲しいってもう無尽蔵に本当にねまあキャンプやってる方は分かると思うんですけどどん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 出てくるでしょ欲しいものがね、キリがない本当に。でまあ僕もまあそんなにね本当にキャンパーの人から見たらまだ僕なんかもう初心者みたいなもんでなんでね偉そうなことは言えないですけどまあ、何個かこうテントをいろんなパターンを買ってみたり、まあ椅子だとかテーブルだとか、まあ、いろいろね焚き火台だとかね、まあ、いろいろ何種類か買ってきてで、やっぱ思うのはやっぱテーブルと椅子これはちゃんとなんかねいいものを
選んだ方がいいなというのはすごく実感として思っています。あのテーブルがやわだとなんかね安っぽく感じちゃうんですよ。そのなんかそのキャンプ自体 の、 その安定感という部分で言うとね。だからなんかテーブルはすごくちゃんとどっしりとしててほしいなっていうのはすごくあって、で、まあ、さっきからちょっと見えてると思うんですけど、ここにこれまだね開けてないですけど、コールマンの、コンフォートマスターバタフライテーブル120ってやつで、まあ全長が120センチぐらいの大きさのねテーブルです。で要は半分ぐらいの半分にパターンと折れるタイプのテーブルでね、2つ折りになるやつだから、まあ畳んでも結構大きな120センチなんでね、まあ大きいんですけど、まあ車で、まあ、僕の場合はキャンプに行くので、まあその大きさコンパクトになる必要は特にこれに関してはないので、それよりもしっかりしたテーブルが欲しかったんでこれを買いました。これね非常にいいんですよ。僕ねワイルドワン行った時に展示してあって、もう一目惚れして、あこのテーブルすんごいしっかりしてて、それで色味もすごく天板のね色味の好みと、あとこうしっかりした作りとので、あこれ欲しいなーっていうのはずっと思ってて、やっと、この間ネットで注文してね届きました。はい、でこれがまあメインテーブルになって、でまあもう一個実は、はい、コールマンのねこれまだ開けてないんですけど、このコンフォートマスターのこのバタフライテーブルのサイドテーブルですね。これはね、この一回り小さいやつで、またこれもまたいいんですよ。でね、開けませんよ今日はね一応ちょっと開けてもこう画角的に映らないんでね、ここ今狭いんで映しませんけど、このコールマンのこのコンフォートマスターのねバタフライテーブルシリーズ非常にいいです。はい、まあちょっとテーブルお探しの方は一つのねあの候補として、まあ、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。形もかっこいいし色もいいし、作りもすごいしっかりしてるんで、これおすすめ、コールマンの、このシリーズはね。まあこれでね、あのやっぱりいいテーブルでいい椅子があって、っていうだけで結構こうなんていうんですかね、ちょっと気持ちが上がるっていうか感じがするのでね、やっぱ安っぽいテーブル安っぽい椅子だとね、やっぱりそれなりっていうのがねやっぱあるので、ちゃんとしっかりしたものをちょっと欲しいなと思って、こちらの方ねちょっと揃えてみました。はい、まあ、なかなかちょっとね今忙しくて、あの、キャンプ行ってる暇がちょっとなかなか取れないんですけどね。はい、まあそんなとこですかね。今日はね、昨日の動画はこの α6400 の、まあ、内蔵マイクで撮ったんでね、あんまりそんなに音は良くなかったと思うんですけど、あの今日はゼンハイザーで撮ってますので、まあ、昨日よりはまあいい音で撮れてるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとずつね、まあちょっと今自分もその動画を撮影するっていうのは結構今久々のちょっとトライなので、結構リハビリを兼ねてるね、あのだんだんその慣れていくための今こう道をこうやっとね歩き出してるっていう感じなので、まあ早くね、まあ自分のペースみたいなものをねつかめて、まあより皆さんがね楽しんでいただけるような動画が作れるようにね、したいなと思っておりますので、まあお付き合いいただける方は、まあ、お付き合いいただければと思いますので。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のところはそんなところですかね。はい、ではまた次のね動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。